11月10日金曜日、グランドソウルカフェガンズにやってくる堀太一で明日笑えるように。番組は君の部屋をライブハウスにするミュージックビンゴ。この番組の提供はガンズミュージックエンターテインメントの提供でお届けいたします。皆さんこんばんは。こんばんは。はい、ということでですね、119番の日ですか、はい、今日は。そうですね、ちょっと危険、どういう日なんですか、119番の日っていうのは。日の用心あ的なあ的な感じですか的な感じ、ねえ、うん、ですけれどもね、うん、まあ、11月11日はなんか折り紙の日、うん、世界平和の日だったりとかするらしいんです、うん、まあ、いろいろな日、あ、ポッキーの日ですか。あ、ポッキーの日ですね。11月11日がね。そうなの。はい、よくわからないですけど、くださいプリッツでもいいですよ。プリッツ棒状のものの日かもしれませんけど、ね、11月1日は、はい、あれですよね、ワンさんのところね。
あ、そうなんですよ。あのおかげさまで2周年おめでとうございます。ありがとうございます。迎えましてね、まああっという間の2年だったんですけど、ね、本当ですよね。特に何もすることなく2年目を迎えて忘れてるんですもん。だって忘れてましたね。だからまあでもなんか2っていうよりかは3ね、はい、135かなみたいなイメージはあったんですけれども、まあ、ありがとうございます。あの気にかけていただいて潰れずに済んでおります、ね。3周年の時にはですねちょっとまああの派手にはやらないと思いますけれども、まあ、じわっとなんかまたね、はい、貝本くんにアコギ番長の貝本くんに大きいイベント打っていただけますか。あです ね, ね私も参加できるようなものにしてください。だって彼が一番最多出演ですよ、この番組の。なるほど、しかも青空しか流したことがありませんから他にも曲あるんですよ、いい歌歌ってるんですよ、はい、でも青空しか流してないですからね多分青空だけで年間に多分20回ぐらい流れてるんじゃないかと思いますよ、ね、でそれがほぼ10年ぐらい続いてますから。なるほど、もう200回青空をね、歌っていただいておりますけれど、お疲れ様です。お疲れ様です。今度ここに来ていただいて生の青空を歌っていただきますか。あですね、楽しみ楽しみ、楽しみですね、段取りがよくわからないんじゃないかと思いますけれどもね、はい、ちょっと非常にそれは面白いかなともね職場の近くにこの職工会議所ねありますからね、すぐのとこなんで来ていただきたいと思いますはい、ということで、ね、ライブパーソナリティーはガンさんと MC ブサイクとそしてジュンです。以上のメンバーでレッドウィングスタジオよりお届けいたします。ファックスナンバーは 084-920-8765 920-8765 ミュージックビンゴスタートです。ジェイズコレクションのコーナーなんですが、今週は特別版でお届けいたします。それでは自己紹介よろしくお願いします。キビマロと申します。よろしくお願いします。岡山出身でその方からキビマロと名乗らせていただいております。あ、そう、あ、そのキビジで ご誕生になられたんですか。そうです、はい。ああ、そうなんですか。もうデビューされて何年ぐらいですか。いや、まだ15年なんですけれども。いや、15年はもう立派な年数ですよ、ね、もう、で今回、まあ岡山の方でイベントがあるとお聞きしたんですけれども、はいはい、いつあるんです。来月11月の12日、はい、第2日曜日です。第2日曜日に。場所はどちらで。岡山県総社市豊徳なんですけれども、はい、はい、会場名はサントピア岡山総社マスカットホールとなっております。ああ、総社といえば西条稲荷のあるところですよね。それ近いですね。あ、また違うんですか。そうです、西条稲荷さんは岡山市内となっておるんですけれども、ええ、あ、はい、全然僕は知りませんでした。総社に西条くっついていますので、ええ、はい。ああ、そうなんですか。じゃあ総社でお生まれになられたんです。育ちがそうじゃなんですけれども、もうほとんどまあ、全然物心ついてない頃にからそこにおりますので、もうそうじゃ出身ということになっております。あ、そうなんですか。はい、まあ、現在は東京の方にお住まいなんです。あ、こっち岡山県総岡山市内にちょっと住居はあるんですけれども、はい、3分の2ぐらいはもうあちこちに行っておりますので、上昇性ということです。いろいろなところで歌を歌われに行ってるってことですね。で、まあ、今回その白いカラスっていうのが最新作なんですけれども、はい、現在まで何タイトルぐらい。タイトルはちょうど 10曲ですね。あ、はい、じゃあもうほぼ毎年アルバム、シングルとかいろんなもの出されてるような。
そうですね。ねえ、形になっておりますけれども、なぜ歌手を目指そうと思われたんです？うん、これ話すとちょっと長くなるんですけど、はい、手短に言います。はい。40を過ぎた頃に、はい、もう中年に入りかけなんですけれども、ちょっと大きい怪我をいたしまして、はい、それまではもう歌には全くその縁がなかったんですけれども、うん、体を激しく損傷いたしまして、それからちょっとは作り話みたいな話に聞こえますけれども、はい、本当の話なんですけれども、腹筋とかそれを鍛えるために、うん、なぜかといったら歩けなかったんです僕。とんでもない怪我でしたから、だからリハビリの先生の方も最初どうすべきかと考えたところ、うん、何かこれプールで歩く、いや歩くと言っても歩けないから溺れるんじゃないかとか、うん、いうので歌をされたらどうですか、腹式呼吸がおそらくいいというのを聞いたということをまた僕の方へ言われまして、はい、まあ、それにもうその一言に座りまして、それからカラオケを始めまして。はあ、なるほど、うん、それがやっぱし結構僕性格がしつこい方で、はい、もうのめり込んでしまいまして、それからカラオケというかカラオケ喫茶とかそのボックスとか練習いたしまして、うん、はい、で挙句の果てはちょっと自分を試したくみたくなって、はい、東京の方に行きました。ほう、それすごいですね、叩き上げですね。叩き上げというほどではないですけれども、仕事をしまして。でも事故は非常に悲しい出来事ではあったんですけれども、はい、それをプラスに変えていくその頑張りっていうのは素晴らしいですね。まあ、それしかなかったんですよ当時は。でも今こうしてやっぱりたくさんのお客様の前で歌える機会があってまたいいですね。そうですね。で、まあ、このニューアルバムのその白いカラスなんですけれども、はい、作家の先生を教えてください。作詞作曲とも京極明先生と言われまして、はい、東京と長野に、自分の本拠地を持っておられまして、はい、はい、そこで執筆活動をやっております。どういったこの歌の内容になってるんです？白いカラスって結構だいぶ後からなんですけど、はい、いるらしいんですけど全国、うんうん、まあ、カラスは黒いですよね、その中で特別な存在オンリーワン、すなわちその、女性のことなんです。はははは、はい、青春時代というか過去に思いを寄せていた女性でもあり、女性との出来事ということで、うんうん、そうなんです。ああ、なるほどね。これはちょっとやっぱアルバムた、シングル楽しみですね。ちょっと聞くのが。ありがとうございます。はい。はい、ということで、11月の12日、はい、総社市のマスカットホール、こちらで、はい、ディナーショー。はい。これ、純ちゃんが司会で。司会でお邪魔いたし、2年目です。あ、2年目。よろしくお願いします。2回目のお付き合いですね。はい。キビマロさん、名前も非常にね、キビ字ですぐこう想像できるご出身地がね、うん、非常に、わかりやすいお名前になっておりますので。はい。これ、キミって言うと違う方になっちゃいますからね。はい。キビですからね。名字がいるようになっちゃいますよね。キビジの、キミマロさんというわけで、はい、新しい、CD が白いカラス、はい、まあ、これいろんな CD ショップにもう販売されてますか？特に出ております。あ、そうですか、わかりました。じゃあちょっと皆さんこれちょっとねお手に取っていただいて、はい、ディナーショーの方にも11月12日すごくいい歌なんです。また低音で ね歌われるんで続々とするそんな一枚になっております、ね、はい、はい、ということで、キビマロさんぜひともチェックしていただきたいと思います。キビマロさんありがとうございました。ありがとうございました。はい、頑張ってください。はい、ミュージックビンゴー、ミュージックスタイル。このコーナーは瀬戸内ソウル許可局公認バンドザ・キング・オブ・プラネッツのボーカリスト私 MC ブサイクが注目のアーティストを肩の力を抜いてご紹介するコーナーでございます。このコーナーをお聴きいただければ1を知って10を知ったかぶれるという局地的に人気沸騰のお時間になっております。よろしくお願いいたします。それでは早速参りましょう。
今週の注目アーティストはこちら、堀太一。はい、3回にわたってご紹介してきました堀太一ですが、本日もオープニングからじゃんじゃん流れております。先週このコーナーに CD 未発表音源を送ってきまして、さらに告知までしてくれました。お分かりでしょうか、この手法、いわゆる電波ジャックという感じでございます。そんな電波ジャッカー堀太一が今週もかましてきました。なんと今週も、彼の CD 化されてない楽曲をですね、正式に音源化されてないいわゆる未発表音源を堀太一がこの番組のために送ってまいりました。なんすかねこれね、こんなにミュージックビンゴが好きなミュージシャンがかつていたでしょうかね。なんか本当にレディオビンゴ大好きっていう本人も言ってましたので、いつか朝から晩までここのスタジオに入り込んでですね、全ての番組をなんかゲストでぶっ込んでくるような、そういうタイプであります。確か彼は、カードの暗証番号も 77.7 だと言ってますけどね、小数点なんすかね、どうするか分かりませんけど、もう住民票をとにかく福山に移しかねない勢いを感じております。そんな堀太一、いよいよ明日11月10日福山グランドソウルカフェガンズにやってまいります。明日は9時半オープン、20時スタートで、福山代表牧原雄介とのツーマン形式、どちらも独特の詩の世界で、じっくり聞いていただきますと、ある時は親身、またある時は本話感、またまたある時は共感、そしてまたある時は幸せハッピーと、こんな繊細な世界に連れてってくれる素敵な時間になること間違いなしです。それでは聴いていただきましょう。電波に乗るのは宇宙レベルで初の楽曲、堀太一で連呼ミュージックビンゴバージョンでございます。繊細な詩の世界をじっくりお聴きくださいませ。Good.
世の中では秋祭り真っ最中の各神社でございますが、佐藤清兵衛の鎮守の森のお祭り林、本日はあさって今週金曜日11月11日はなんと折り紙の日ということで、今夜は折り紙祭り。というわけでございまして、あさって金曜日11月11日は折り紙の日らしいですな。なんで折り紙の日なんですか。あのね、折り紙協会の人がね、はい、こうやって決めてんて、世界平和記念日でもあんねんて。ほう。11月11日、はい、でまあ折り紙の平和を願う心と、まあ、相通じるもんがあるのじゃないかということでこの日にしたんだけども、はい、まあ、折り紙自体は1枚の紙からね、綺麗な花や可愛い動物なんか織り出せるわけですけども、うん、日本に古くから伝わる、まあ、文化と言ってもいいのかな、はい、でも今ねもう、アルファベットで書くと ORIGAMI 折り紙、はい、もう共通語で通じるんですよ、全世界で、ほとんど分かるんです。で、まあ、著作権というか、まあ、特許じゃないけども、折り紙のこう特許みたいなのもあって、へえ、もういっぱいいっぱいいっぱいあるらしいですよ。まあ、平和を願う代表中といえば、まあ、広島の折り鶴ですわな、はい、ね、まあ、あれよくね、あの切ったりのり付けするのも中にはジャンルとしてあるらしいんだけど、はい、まあ、基本は一枚の紙を折るっちゅうことなんですけども、折り紙といえばですよ、福山ではもう、すっかり定着した折り花ってありますね、はい、ありますね。これね、実は世界的に有名なさっきの折り紙なんだけども、川崎ローズ、はい、川崎さんが作ったバラっていうのがあるんです。これ60何工程ある、はい、数学の先生、うん、を原型として福山版として、先生の協力でアレンジしたものが折り花。ほう、ね、これほとんどの人がね、知ってほしいなと思うんですけど、今から14年前なんですよ、第35回バラ祭り今50回終わったでしょ、はい、35回の時2003年かな、平成15年、元のね福山青年会議所の岡田照直さん、あ、はい、よく存じてます、ね、がその川崎ローズの考案者、数学学者の、うん、川崎さんと相談してアドバイスを受けて、福山から世界へ平和の願いを発信しようという岡田さんの、うん、心意気に賛同して、はい、でいいよもうこれ、あの福山あの折り花っていう名前で出していいよということで許可を得て、うん、で誕生したのがなんですよ、でそれ60何工程が、47ぐらいに折りやすくしてんやけど、はい、それでも47や、大変だけども、実はこれ折り方が難しいんだけども、教えないとダメじゃないですか、はい、教える時にその時間の中で福山とバラとか平和についてお話ししたりする時間を作ろうということなんです、うん、まあそういうことで、この曲も聴いてもらいましょう。福山バラ祭りのテーマソングですね、これ。岩本ガンちゃんも、はい、演奏も入ってて、はい、ドラム叩いております。はい、もう聴いたことは必ずあります。坪北さやかさん、心に咲く花。
というわけでございまして、オリバラのお話でございました。本日の佐藤清兵衛の鎮守の森のお祭り林は折り紙祭りということでございました。ミュージックビンゴ、まだまだ今夜も続いております。このコーナーは君の部屋をライブハウスにするスタジオ生ライブのコーナーです。本日はですね、グランドソルカフェガンズで行われる11月のライブのご紹介をしてまいりたいと思います。まずすぐ明日の話なのですが、11月の10日ギター談義というイベントタイトルで、福山のシンガーソングライター牧原祐介くん、そしてですね東京から堀太一さん、お越しになっていただきましてライブを行うんですけど、まあこの2人のカップリングのライブっていうのは、まあこれでもう2回目ですか、いろいろセッションもやりつつですねアンサンブルやってみたりと、非常に仲のいい関係で、楽しいライブがこの日は展開すると思います。そしてですねこの日はですね打ち上げの時に私口たちがやっているザ・キング・オブ・プラネッツの公開リハーサルと重なっているので、打ち上げの最中ですね、キンプラのサウンドを聞きながらですねお酒を召し上がっていただいて、楽しいライブが展開、楽しいライブじゃないですね、楽しい打ち上げが展開するんじゃないかと、思っております。それではここで11月10日グランドソルカフェガンズで行われるギター談義、牧原祐介で夕焼け、そして堀太一で言うほど悪くないさ、2曲続けてどうぞ。いるのは辛いから、笑っているのは嬉しいから、二度と戻れぬあの日を思い出すのはたまにしよう。あなたといたい。
今日がやってきて昨日の中割りなく今日が終わってく今日は何をやったのかい僕は何もやってないさただ一日中歌を歌ってただけさ夕焼け小焼けでまた明日夜が更けたら一人で夢を見るのさ旅して離れないオイルランドこんな暮らしぶりだって言うほど悪くないさ。そしてここからはですね11月の12日、福山市内に、ありますバーカブロ、こちら15周年、特別イベントということで、マスターの宮崎さん、進行のあります元カシオペアベーシストの桜井哲夫さん、お招きしてのバーカブロ15周年ライブという形になっております。この時期に来てですね桜井哲夫さんも新しいベース、ご自身のシグネーチャーのベースの発売といろいろおめでたいことが重なりましてのツアーということで Nothing But The Bass と、2017ツアーということになっておりますけどね、この日まだまだチケットございますし学生料金の設定などもございますので、ぜひともですね年齢性別に関係なく皆さん来ていただきたいと思います。それではお届けいたしましょうベーシスト桜井哲夫で朝焼け。
はい、久方ぶりにですね、まあ、高本ちいちゃん、ご来店いただきまして、イベントの、イベントを開催したいんだというご相談を受けましてですね、実現することになって、河野祐介ピアノトリオなんですけど、まあ、ニューヨークの方にね、そのピアノトリオで、渡米しておりまして、各それぞれ素晴らしい演奏力もあるんですけれども、バンドとしてもですね、非常に高い賞、高い評価をいただき、賞を受賞もされていたりもしております。若手では非常に今、さっき言ってるバンドじゃないかと思いますけどね、11月の24日、河野祐介トリオ、ピアノトリオでお届けいたします。Keep Dreaming。
以上、スタジオ生ライブのコーナーでした。歴史に名を残す。バラの街福山にライブミュージックスポットオープン。グランドソウルカフェガンズ。バンドライブからパーティーまで大型ホールでやってみませんか。あなたのサウンドをお待ちしています。グランドソウルカフェガンズ。電話 084-927-0071。 死に名を残す。ライブインフォメーション and ファックス。読む読む。ラッイエッ。11月12日、グランドソウルカフェガンズでライブを行うベーシスト、桜井哲夫でドミノライン。ライブインフォメーションのコーナーやってまいりました。それではじゅんちゃんいきましょうか。はい、私は11月12日総社市のマスカットホールきびまろさんのステージで司会をさせていただきます、うん、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、あと大きいのはあんまりないんですが、うん、まあ、12月にまたなんかね、うん、あれがあるという、何ですか、キャンペーン。キャンペーン、それいつです。12月の19日戸川芳乃さん、はい、もうとても有名なあの編曲家の奥様が作詞なさったりとかして、十勝生まれなんですけども、うん、とても可愛らしい、うん、私ぐらいですかね年代は、うん、はい、その方がいらっしゃいます、12時からです、はい、こちらも2000円 CD とパンがつきます、はい、パンドリンクもつきます、はい、パンは争奪戦です。あ、そうなの。はい、あ、いろんな種類があるから、いろんな種類、7種類ぐらい買っといて、はい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 、早く来た人から食べるんですけど、うんうん、わしメロンパンあるかみたいな争奪戦がで、案外くるみパンみたいなのがね、ちょっと男の人は苦手だったりするんですよ。あの歯に当たるものは基本買ってませんのでやばいやつです、ね、虫系とか、はい、あ、虫系はいいですね、はい、ですのでお早めにいらしてください、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。そして MC ブサイクさんは、はい、ケズスタイルのコーナーでも申しました、明日11月10日福山グランドソウルカフェガンズにやってまいります。私の大の仲良し堀太一、そして福山代表牧原祐介とのツーマン形式のライブ、これぜひおすすめですので、私の告知、私の出番はありませんが、もしよかったらこれを見に来ていただけたらと思いますし、このままそのままあのライブが終わっても、いてお店にいていただきますと、私が所属するザ・キングオブプラネッツの公開練習会もセットで見れるという、お得な一日になっておりますので、明日はぜひガンズに遊びに来てくださいませ。はい、はい、よろしくお願いします。夜の7時半オープン、8時スタートということで、2000円ワンドリンク付きになっておりますので、よろしくお願いいたします。お願いします、はい、そしてグランドソウルカフェガンズにおきましては、11月の11日ジャズセッションライブ、まあ、こちらの方はですね、あの初心者の方来ていただいても全然ボーカルね、ただし楽譜は持参してください、うん、1枚で見れる楽譜にしていただいたものを、まあ、2、3枚、はい、ピアノの先生、ベースの先生、そしてドラマーに渡すことになりますので、3枚程度コピーしていただければ、はい、その場でですね、演奏いたしますので、うん、お歌いになっていただけますから、はい、まあ、でもですね、先ほど、ね、番組の冒頭でも話題に乗りました、うん、アコギ番長貝本慎吾さんもたまに来られて、オールオブミーという曲をね、聞いたことありますよ。オールオブミーっていうのをね、ノーノーミーってやっぱ聞こえるんですけど
けどね。やっぱ発音がいいとですね、なーなーみーってね、つながっちゃってる感じが、つながっちゃってるんですね。母音と母音がどんどんね、つながっていくっていうね、すごいことだと思います。そして11月の12日はですね、バーカブロ、15周年特別イベントと題しまして、桜井哲夫さんベーシストのお越しになっていただきます。うん、まあ、今回 Nothing but the Bass と、題したツアーなんですけれども、あのご自身のシグネーチャーモデル、ご自身の名前のベース6弦ベースが、通常ベースは4弦なんです、ね、ギターと同じ本数だけ、あの弦が張ってあるんですが、これ何が難しいかって、あのベースの弦というのは太いんですよ、でそれを6弦ということになると指板指でこう弾いて押さえるところね、あそこが広くなるんですよ。だからなかなか大変なんですけども、それを駆使して、演奏していただけるということで、私も非常に楽しみにしておりますけどもね、もう何年7、8年ぶりぐらいの再会なので、私も非常に楽しみにしておりますけどもね、非常にあの真面目で几帳面な方です。演奏も素晴らしいです。ぜひとも皆さんもお越しください。よろしく、まあ、あの来ていただいて、バーカブロ15周年ね、お祝い、福山で一番高いビールを売っております。これは言っていただくと分かります。内容は言いません。あのビールの最高級なものが一杯ですね、一番お高いのがね、2500円。高すぎますね。ビール私も一回飲んだことあります。30分味わえるビールなんですよ。へ、度数が高い、酵母が生きている。だからあんまり振って飲まずに最後に、まあ、その酵母も味わっている。ちょっと酵母が沈殿してたりとかする。なるほどな。黒ビールのような感じ、もう本当にあの濃い感じのビール。なかなかあのそれだけのものを出せるお店っていうのはバーカブロしかないです。なるほど。温度調整もあるでしょうし ね、そして濃い気な当てが出ます。ちょっと真似したい当てがね、あのなんか生卵を、黄身だけをですね、お醤油だし醤油の中につけて水分が出ていって、ちょっとこう固めになったところを食べるっていうね。僕はいつまでそれ教わって、いつまでつけたらいいのかが分からずに、かびたことがあります。だいたい1日半ですね。あ、そんなことですかね。もうちょっと大失敗しました。、はい、そんな感じのイベントが、そうだ、じゃあ卵のイベントじゃないですか、桜井哲夫さんのイベントがあります、ね。そして11月の18日はオープンマイク、そして11月の19日はアコギマラソンライブ第24走場外走ということでですね、この日はデコマサ、タニーさん、そして鼓グーサ出演によりますライブがあります。そして11月の25日は、ニューヨーク帰りのピアノトリオ、河野裕介さんの、ライブ。そして11月の26日はもうこの辺でカラオケの大先生といえば大月さんと言われるぐらい、大月さんのイベントがお昼の1時から、あ、12時ですか、お弁当付きで開催されるということなので、まあ、こちらちょっとお問い合わせいただかないと、あの人数のこともありますので、もし枠が空いてればお歌いになることもできるかな、可能です。松浦由美さんという大阪出身の、シンガーがいらして、はい、そちらのステージも楽しめると思いますので、ね、はい、来ていただきたいと思います。今後もちょこっと歌います。はい、楽しみにしております。よろしくお願いします。はい。そして12月の1日は拓郎さん企画によります、男歌叫びっていうのがありますので、こちらの方もちょっとチェックしていただいて、ご来場いただきたいと思います。はい、この番組はガンズミュージックエンターテインメントの提供でお届けいたしました。それでは最後皆さんご一緒に、せーの、バイバイ。ありがとう。